ティム、さっきの話もひょっとして。うん、私はヨイサーを瓶になんて詰めてない。セイウチが目を回して浮いてきたのは本当だけど。いや、そこは本当なのかよ。こっちでいいんだよな。おう、洞窟を抜けるや大猿の庭だ。あら、ねえ、コングのところに行くのはいいけど、また襲ってきたりしないわよね。心配すんな。今じゃあいつは俺の子分だ。ある、いつの間に。俺はあの後もあそこへ資材を取りに行ってたからな。まあ何度か会ってるうちに自然にな。ナミを救いに行ったの、ずいぶん前のような気がするな。俺にとっちゃほんの数日だったが、メモリアは時間の流れが違うんだろう。そうよ、向こうで数日過ごしてもこっちでは半日も経ってないわ。それにしてもフランキー、よくあのでけえの子分にできたな。おう、付き合ってみるや気のいい野郎さ。船の修理も手伝ってくれたしな。待ってろよリム、お前の大事なもん絶対取り返してやるからな。私を助ける理由って。うん、やっぱり何でもない。いたぞ、猿だ。ある、その後ろ。ニールコング、様子がおかしいわね。